どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。先日アップデ情報の動画を作らせていただいたんですけど、たくさんの方にご視聴いただいております。本当にありがとうございます。で、そのアップデのタイミングでですね、どうもアニメーションも追加されてるみたいなんですね。サイレント修正ということになるわけなんですけど、なぜサイレントにするのかというのが全くもって意味がわからないんですけどね。開発費かけて、でさらにプレイヤーが喜ぶようなことをですね、なぜもっと大々的に宣伝しないのかというのが疑問なんですけど、一応アップデ情報ページにはですね、アニメーションの追加というのの記載はないということになってます。で、今回はですね、追加されたアニメーション部署ですねをですね、紹介すると同時にですね、それだけではやっぱりちょっと寂しいので、その部署を使って中国で最も評価されている編成というのをですね、合わせて紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧になっていただけたらと思います。そしたら始めていきましょう。まず1人目はテイクということなんですけども、どのようなアニメーションになってるんでしょうか。一緒に見てみましょう。これで一周ですかね。なんか上下に揺れたと思ったら、うつむいて何かを考えているような仕草をしていましたが、核もね、こんな感じで下にうつむくみたいな仕草やってたと思うんで、どうもこの知力が高い武将はそういった動きをする傾向にあるのかもしれないですね。そしたらテイクを使った編成で、中華最新シーズンでですね、最も評価されている編成を紹介したいんですけど、それが技法器ということになってますね。僕はノーマル技法器なんて呼んでたりするんですけどね。理由といたしましては、このテイクのところが SP 閣下の場合、SP 技法器と呼ぶからですね。で、このノーマル技法器っていうのはシーズン3から組むことができるわけなんですけども、その段階でもうめちゃめちゃ強かったっていうことになるわけなんですね。で、継承戦法も今見ていただいているのに限らないということなんですが、まあ一応この継承戦法で最も評価が高いということで載ってたので、今回それを動画にしております。早々に異部組と総戦尺戦で、各に兵務情勢と混迷乱情もしくは憲法破砕で、テイクに、骨領得と滑木相対ということですね。これは技法盾ともなんか継承戦法が似てる感じがしますよね。で、核は兵法書で規制工事を覚えさせることによってですね、兵務情勢や憲法破砕をですね、より多く発動させるという狙いがあるって言ったところですかね。で、テイクっていうのは固有戦法でしっかり火力は出るんですけども、兵法書は赤兵愛民、主政勇気ということでですね、一応そのバリバリの、ダメージを与えていくような兵法書を覚えさせるというよりは、耐久力が上がるような兵法書を覚えさせてるっていうところですね。で、テイクに援護が必要ということみたいなんですけど、残壁法はないんでね、絶対に必要かって言われたらそんなことはないかなと思いますね。1段目のですね、突撃戦法からですね、曹操や核を守るっていう狙いがあるんじゃないかなと思いますけどね。で、なぜテイクに白羽の矢が立ってるかっていうところなんですけど、やっぱり兵法書ですかね。核の規制工事は外せないですけども、テイクの兵法書はまだ融通が効くということでですね、その勇気のようなですね、突撃戦法の耐久力が上がるみたいな兵法書を覚えさせやすいっていう側面もあって、テイクにしてるんじゃないかなっていうところなんですけど、まあこれもうぶっちゃけ曹操でもええような気するんですけどね。曹操の耐久力っていうのが高いですから、その1段目の効果力っていうのを曹操に受けてもらうみたいなんでもありかなとは思うんですけども、一応このような並びになってるということみたいです。で、舞台強度は A ということで、最新シーズンでも普通にバリバリ活躍できるぐらいですね、強い編成ということになってます。で、組みやすさは C ということでですね、一応やっぱ核がシーズン限定武将ですし、継承戦法もめちゃめちゃ高級ということでですね、このぐらいのランクが妥当なのかなと思っております。次は関羽ですね。結構戦場で見かける武将がアニメーション追加されてるということでですね、餌が足りないよっていう方も結構いるんじゃないかなと思うんですけども、アニメーションの流れとしてはですね、やっぱこうやって揺れながらですね、最終的に眼力強くなって相手を威圧するみたいなアニメーションということになってそうですね。で、関を使って最も評価の高い編成なんですけど、これ結構意外でしたね。宝刀職槍という編成だったみたいです。で、この編成はですね、宝刀と関羽というですね、固有戦法がアクティブ戦法でさらに重たい武将たちっていうのとですね、固有アクティブ戦法の重たさっていうのを緩和する SP 諸葛亮を一緒に組ましてるという編成ですね。で、これによってですね、宝刀と関羽が爆発するとめちゃめちゃ強いみたいな編成になってると思います。で、この編成とは何回か対戦したことあるんですけども、確かに強かったですね。ただどうにもならんなこいつっていうほどの強さは感じなかったかなというとこですね。
で、回復戦法、耐久戦法のですね、筆頭の残壁法や滑骨領土符が覚えさせられてるということでですね、かなり組みにくい部類にはなるかなと思うんですけども、残りの4つの継承戦法に関してはですね、融通が効くんじゃないかと思います。で、シーズン限定武将もいるということでですね、組みやすさ B とさせていただいてるんですけども、強度はかなり高いので、まあ、S ティアの一歩手前ぐらいの強さになるんじゃないかと思います。次は SP 周遊のアニメーションですね。この部署も結構見かけるので、解放したい人多いんじゃないかなと思いますね。そしたらアニメーションの内容をゆっくりと見ていきたいわけなんですけども、まあ、この段階ではゆらゆら揺れてるだけっていう感じですね。で、何か拳を握って、こう矢を放てという感じでですね、後ろに矢がババババババッと飛ぶようなアニメーションということで、周遊本体以外にもですね、変わってる部分があるということで、なかなかかっこいいアニメーションになってるんじゃないかと思います。で、SP 周遊を使って最も評価の高い編成と言いますと、やっぱり SP トトコユミになってるんじゃないかと思います。こちらの編成は強いですよという声をですね、YouTube でいただくぐらいですね、なかなかに強い編成ということみたいなんですけど、戦場でもちょこちょこ戦うんですけどね、僕はそこまで強さの実感というのが湧かないっていう感じですね。多分僕の手持ちの武将とですね、そこまで相性が悪くないっていうのに起因してるんじゃないかと思います。人によってはかなり鬱陶しい編成みたいですね。で、一応周遊に合法、露宿に兵士宝物とあります。で、周遊の合法というのはですね、これダメージを無効化するというものになります。これ1ターン目に1回だけということになるわけなんですけど、これによってですね、 SP 周遊のダメージを限りなく軽減してですね、で、リクソンにですね、その露宿の固有戦法をですね、向けるということですね。これによってですね、リクソンが露宿の固有戦法によってかなり強化されるということですね。ちょっと記載漏れがあって申し訳ないんですけど、リクソンに援護というのも必要になってくるんじゃないかなと思いますね。なんで、合法と援護、この2つでですね、より確実に露宿の固有戦法をリクソンに向けると。で、リクソンがバリバリ火力を出して活躍させていくというのがコンセプトの編成ということになってそうですね。なんで装備っていうのはかなり充実させないといけないということで、で、さらにシーズン限定武将なんかも必要ということになってるので、決して組みやすいとは言えないかなということで、B というランクにさせていただいてるんですけど、ちゃんと組めば相当強そうだなっていう感じがするので、気になる方は組んでみてみてもいいんじゃないかと思います。そしたら最後はカダですね。この武将に関しては僕はシーズン2ぐらいから使ってないっていうことになってますね。一応芝居立ての芝居曹操はあと一人でカダを使うみたいなことが当時は言われてたんですけど、もうそういった使い方する人っていうのもあまり見かけなくなりましたね。で、アニメーションとしてはこれは手持ちのメスですねを睨んでるというか、切れ味を確認を目視してるみたいな感じですかね。で、これ誰かがこれスプーンにしか見えんって言われてからもうなんかカダがですね、美食家みたいな位置づけなんかなっていう風に脳内で変換されちゃってるところはあるんですけどね、皆さんはどのように感じるでしょうか。で、カダを使って最も評価の高い編成は高眼球ということになってますね。挑戦をしようとして両霊気とカダを副将の編成ということなんですけど、ここのカダのところはですね、サイエンだったりサジでも OK という記載がありましたね。で、まあカダでも OK ということなんですけど、多分どの武将にしても強度はそこまで変わらないかなっていうところですね。で、こちらの編成に関しては挑戦に兵士宝物が必要で、で、挑戦を A にして両霊気を B にする。で、カダは C なんですけども、一応カダは1000人枠ということになってるので、属性はかなり底上げされるということになってます。で、その底上げした分でですね、カダのこういう戦法でしっかり回復していくということですね。多分劉備の次ぐらいにこういう戦法での回復量っていうのが見込めるですね、非常に優秀な武将になってると思うんですけども、まあ、こちらの編成に関しては、カダを使ってるバージョンはあまり見かけないかな。サイエンとかサジを使ってるバージョンっていうのはちょこちょこ見かけるっていうことになってるんですけど、一応制御編成っていう位置づけになると思いますので、なかなかやっぱり、突が進んでなくてもですね、厄介っていうところがあると思うんですよね。なんで、あまり課金してない人ほどですね、試しに組んでみてもいい編成かなとは思います。ただまあちょっと旅霊気が突進んでないと火力は全然出ないかなっていう気はしますけどね。で、舞台強度は C ということでかなり低いんですが、相当組みやすいと。継承戦法に被りっていうのがですね、ほとんどなく組めるんじゃないかということで S ということにさせていただいております。で、最後コメントに大凶のアニメーション来ましたねみたいなのいただいてたので、一応確認しておきたいんですけど、来てますね。ただこれいつ来てたんかっていうのがはっきりわからないですよね。こんな感じでサイレントでですね、追加されてるっていうことだったらですね、気がつかないっていう人もいると思いますので、
ただ僕このアニメーションをしっかり見たことがなかったので、もしかしたらこのアップデートで追加されてるんじゃないかなと思いますね。ただまあ大凶に関しては戦闘に出すような武将ではないということになってるので、使っておすすめの編成みたいなのもですね記載なしということになってますね。こういった武将でもですね、何かしら使えるような方向性っていうのもあっても面白いかなと思いますけどもね。まあ一応内政武将の位置づけということなんで、シーズン限定でっていうことではあるかなとは思うんですけどね。常に戦場に出てたらそれはそれで僕は違うだろうって思うんでね。まあ今の位置づけでいいかなっていう部分はあるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は追加されたアニメーションとですね、その武将で組めるおすすめ編成というのを一つずつ紹介させていただきました。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。